都議津北部ターミナル、都議津北部ターミナルで始発待ちの車両都議津営業所3代目、社屋1.5は、車庫機能のみ残されている、長崎バス都議津営業所は、長崎県西園木郡都議津町南合わざ1085番地110にあり、主に都議津町内や長与町内の路線を担当する、長崎自動車の営業所である、社屋内にバスの待合所を併設した。 事業所であり、主に大串線の立技の拠点として運用されている。かつては国道206号と国道207号の交差する都議津町交差点の側、都議津ウーターフロント公園の前に事業所を構えていたが、2015年春のダイヤ改正で移転が行われ、バスターミナル併設型の事業所となった。4代目となるターミナル併設の営業所は3代目までの社屋を、 置いていた場所から北西に約3キロメートル程度離れており、大型店舗密集地区の片隅に建てられている。ターミナル併設の建屋には、事務所と待合所、トイレ、自動販売機を設け、整備工場は敷地内に別の建屋として設置されている。ターミナル内の時刻表は、窓口の上に平日、土曜日、祝日と分けて書かれている。また、 建物と給油設備、洗車機以外の敷地はバスなどの車庫として使用されている。瀬戸営業所が再開交通に移管されたため、現在長崎バスで唯一長崎市外にある営業所となっている。長崎バスの営業所としては中程度の規模となる。は一部の便の未始発、終点として使用する。2006年9月1日運行開始。ベッドタウン同士である。 長崎市北部の横地区と長与町の長与ニュータウンを結ぶ小型バス路線で日中は1時間に1本の間隔で運行される。データイムの一部便が北東部の都議津7港区を経由。平日のみ一部の便がミスターマックス都議津店と4タウン長与に乗り入れる。発着地の長与ニュータウン内とミスターマックス都議津店では行き先に関係なく全便が右回りで運行される。 2019年4月のダイヤ改正より、学びや団地、サニータウン経由も上横発着となり、王道発着は廃止された。使用車両の愛称は、長与町の名物であるみかんにちなみ、みかんちゃんあるいは、みかんバスであり、運行車両には、みかんが描かれている。みかんバスの路線は当初、寺川内発議の路線も設定されていたが、平成30年4月のダイヤ改正で、 横道までに短縮され、平成31年4月のダイヤ改正で、王道方面発着の路線が廃止された。ドブガーバス停で始発待ちの車両経由番号は、都議津方面行きが1番、中央端行きが20番である。ただし、カビラ有料道路経由には、経由番号が振られない、は一部の便の未始発、終点として使用する。大村湾南岸の都市である都議町周辺と、 長崎市中心部を結ぶ都議津営業所のメイン路線。朝と夕方の一部路線は、金堀団地、七甲区発着便や、新地ターミナル周辺を経由する便など、日中は市内直通便の内地区にも乗り入れている。ドブ川駅は、長崎市と都議津町西部を結ぶ主要路線であり、毎時4から6本の間隔で運行される。かつては、モテ方面発着の長距離路線であったが、 2015年春のダイヤ改正で、モテギからの直通運行が廃止され、中央橋発着となった。中央橋では、終点、始発ともに、日後銀行前の停留所を使用している。大鳩経由中央橋行きは、出島表門橋経由として運行され、出島表門橋経由と書かれている。なお、都議津港行きは、非祝日の朝のみ運行される。また、 2004年秋のダイヤ改正以後、朝と夕方のみ、伊手園交差点からカビラ有料道路へ入り、西山トンネルを経由することで、一般道経由よりも短時間で長崎市中心部と都議津を結ぶ路線が運行されている。経由地の経済学部前と上長崎小学校前は、長崎県営バスの営業範囲であり、当初はクローズドドアシステムを採用していたが、 2013年4月のダイヤ改正より上行への制限がなくなった。は一部の便のみ始発、終点として使用する。基本的には、都議津町や長崎市近海地区と長代町を結ぶ路線だが、再開市西市町まで足を伸ばす、長距離便も存在する。運行自体が、朝夕のみで、大口発着は平日往復一便のみの運行となる。長代ニュータウン内では、 上り降りに関係なく、右回りで運行される。青葉台団地周辺では、昭和町方面側に、都議津方面行き、長代駅方面側に長代ニュータウン行きが停車する。経由番号は、長崎新地発、大串、三重方面が1番、長崎新地ターミナル行が20番である。は一部の便の未始発、終点として使用する。また、9時から14時を中心に一部の便は、 都議津北部ターミナルの理解として運行される。外目方面、再開方面、都議津周辺西園木半島の根元にある長代都議津と半島中部の近海町おどや再開市西比町を結ぶ西園木半島一円は、かつて長枯れ自動車の運行だったが、1940年11月に長崎バスが路線ごと買収を行い、以後長崎バスの路線となっている。 長崎バスの再開経由の路線としては1941年頃から運行開始。1974年9月2日より近海ニュータウン線が運行を開始し、1977年5月20日より風早まで乗り入れるようになった。2015年度のダイヤ改正以降、大串線など一部が都議津北部ターミナルの理解となっている。2019年のダイヤ改正より、 都議津北部ターミナルの発着便、経由便が大幅な増便となった。大串線の都議津北部ターミナル乗り継ぎ便は、バイパスひなみバス停を経由するが、大串線の乗り継ぎ便以外は、基本的にバイパスひなみバス停を通らず、旧道のひなみバス停を経由して運行される。また、前面と背面の都議津北部ターミナル経由の、経由地表示は、右側ではなく、行き先欄に、 都立北部 TM と表示される大鳩経由の長崎新地ターミナル行きや中央橋行きは出島表門橋経由として運行される中山ダム発着の便は平日のみに往復運行される都立小口港線は長浦から小口港間の都線が1996年に廃止されたのに伴って同年から運行を開始した 近海町合併後の2005年から自称島へ引く小口港間が近海おと線として長崎市コミュニティバスの一路線となったが運行形態は従前のまま都議津からの直通運転が続けられておりバスも通常路線と同じ大型車が使用されているなおいのしの腰小口港は自由乗降区間となっている 長崎新地ターミナル始発の桜の里ターミナル行きと石原行きは都議津経由以外に滑石経由等も運行されるため、それぞれ都議津北部 TM 桜の里ターミナル、都議津北部 TM 石原という行き先表示を用いて滑石経由等を特別している。ありがとうございます。